長田町駅は東京都千代田区長田町一丁目にある東京地下鉄の駅である。有楽町線、半蔵門線、南北線の3路線が乗り入れている。また、銀座線、丸の内線が乗り入れる赤坂三つけ駅とは改札内で連絡しており、運賃計算上は同一の駅として扱われる。そのため、当駅からの乗車券で赤坂三つ駅の改札から入場でき、 その逆も可能である。定期券の場合は、当駅を、初駅、着駅とするものは、赤坂三つ駅から、入場、出場が可能である。また、当駅、赤坂三つ駅と、隣接する、多め池山能駅、国会議事堂前駅間、青山一丁目駅間、四谷駅間を含む、定期券は、それぞれ当該区間に限り連続して並走する、どの路線でも乗車できる。 なお、東駅と赤坂見つけ駅を合わせると、東京メトロの路線が一つの駅にご路線乗り入れることになり、これは東京メトロの駅としては最多である。東駅は表参道駅、つとむ関区長田町地域として、近隣の駅を管理している。各線とも、島式ホーム一面二線を有する地下駅。有楽町線が地下4階、半蔵門線が地下6階。 南北線が地下3階に相当する深さに位置しており、各線の駅ともシールド工法で建設された。有楽町線、半蔵門線は単線シールド間を掘削後にルーフシールド機でホームを作るメガネ型ルーフシールド工法。南北線は単線シールド間をか座ざしげたで接続するメガネ型駅か座ざしげた工法である。半蔵門線の駅は 地上から36メートルの深さにあり、東京メトロでは、千代田線国会議事堂前駅、南北線後楽園駅に次いで3番目に深い。半蔵門線ホームから平川町口経由で地上に、出るまでは218段もの階段を上ることになる。全ホームで、スイッチ制作の発車メロディを使用している。各線のホームは、離れて設置されている。 乗り換えに必要な最短の距離は、半蔵門線ホームと有楽町線ホームは約80メートル、有楽町線ホームと南北線ホームは約160メートル、半蔵門線ホームと南北線ホームは約170メートルである。半蔵門線ホームと有楽町線、南北線乗り換えコンコースの間には、長大なエスカレーターがある。また、乗り換えコンコースと、 南北線ホームを結ぶ連絡通路には動く歩道が設置されている。東駅と赤坂三つ駅の間は、半蔵門線ホームの西端と銀座線、丸の内線ホーム仮想会を結ぶ、上り降り数回を要する地下通路を介して、接続されている。このため、有楽町線ホーム、または南北線ホームから赤坂三つ駅へ乗り継ぐには、半蔵門線ホームを経由することになる。 また、他線を介さない形での銀座線と有楽町線の乗り換えは当駅、赤坂三つ駅のみであり、520メートルの距離を歩く必要がある。なお、上記の距離は乗り換えに必要な最短のものであり、ホームの降車位置によっては、さらに距離を要する。近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通り、 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。都道府県会館に通じる出口は5番出入り口と9ビット番、出入り口の2つが存在する。有楽町線と半蔵門線からは5番出入り口が、南北線からは9ビット番出入り口が近い。最寄りバス停留所は、長田町となる。東京都交通局により運行される以下の路線バスが、発着する。このか。 東京ガーデンテラス清井町、ザプリンスギャラリー、東京清井町停留所に、東京空港交通の羽田空港業、成田空港業、西武観光バスの高速バス、軽井沢駅業が発着している。注射区出店。ありがとうございます。